楽好きの少女テンプルが雲の妖精フワットやタムタム一座と共に音楽隊を結成し、旅を続けるミュージカル仕立てのメルヘン、ファンタジー、タツノコプロ創業者の吉田達夫が最後に携わった作品である。主人公は音楽が大好きな女の子で、幼いながら指揮者としての腕前はプロのオーケストラの代役を務め、見事に成功させたほどである。フワットと風船小型の気球で遊んでいたところを、風のいたずらによって風船ごと遠くへ流されてしまう。